フランスのオールパドカレー地域圏パイコールドカレー圏カレーカレーはフランス北部パドカレー圏の都市ドーバー海峡の海底を英仏海峡トンネルが通りイギリスのホークストンと結んでいる前近代からグレートブリテン島と大陸ヨーロッパを結ぶ玄関口として重要視されフェリー港や貿易港として栄えてきたしかし最近では4 0トル離れた位置にある ダンケルクにその役割を奪われつつある。カレーコーカレーは、ドーバー海峡の北海の出口に面しており、ドーバー海峡の幅が最も狭いところであるためチョークポイントとしても、重要な都市である。イングランドへ立つ船の港として、長い間栄えてきた。コミューンの中心部や北と西は、数カ所の砦によって守られている。古代ローマ時代から、 ブリテン島を結ぶ中継地として栄えてきた。百年戦争中の1347年、長期間の包囲の末、イングランド軍によりカレーは占領された。サンピエールと5人の市民が、イングランド王エドワード3世の前に出頭し、他の市民を救った。この逸話は、ロダンの彫刻、カレーの市民の題材となっている。シャルル7世のフランス軍が優勢となり、百年戦争の イングランド軍の敗北の結果、1453年以降、カレーは大陸における唯一のイングランド領となり、会員に議員を送っていた。その後、第6次イタリア戦争中の1558年1月7日、キーズ港フランソワがイングランドからカレーを奪還した。ヨグノー戦争末期には一時スペインに占領されるが、1598年にベルバン条約によって、 フランスに返還された。第一次世界大戦や第二次世界大戦では戦場となり市街地が破壊された。第二次世界大戦のナチスドイツのフランス侵攻において1940年5月にブローニュシュルメールと共にドイツ軍に街を占領されダンケルクの戦いが行われた。2015年カレー市の市内に難民キャンプが整備された。当初、 数百人だった難民の数は、イギリスへの密入国を目指す中東やアフリカからの難民や移民らが集まったことで3500人に増加した。この難民キャンプは、ジャングルと呼ばれており、不衛生な環境と食料を不足が懸念されている。サッカークラブ、カレー・ルーファックの本拠地。2000年のフランスカップで、仕事を掛け持ちする選手ばかりの4部リーグ所属ながら、2部の カンヌを1の1、一部のストラスブールを2の1、ボルドーを延長戦の末3の1で破り、決勝まで進出。決勝のなんと戦でも、前半34分に先制ゴールを決めたものの、後半に追いつかれ、試合終了間際に PK を決められ1から2で破れた。ありがとうございます。